疲れ。お疲れ様です。ちょっと遅れちゃいました。っていうか本当に今日なのか確信持てなくて連絡来なかったんです。一応ツイキャスいいですか？いいですよ、いいですよ、全然、はい、ですね、お互いしてますよ。はい、ようやく横須賀に住んでる強力な助人さん、ようやくっていうかみんないるけど、いや全然なんか連絡網がさ、全然ないんで、はい、連絡がなかったんですけど、うん、連絡来なかったの？そうそう、でいや、うん、今日か明日っていうのは言ってたんですけど、うん、だから、はい、あ、ちびこ先輩ですお疲れ様です。いや、はい、もう平日の昼間なのにこれだけの人の中に見てもらってます。そうですね、いや知らなかったですよ。はい、どうぞ。シェラさん完全に工場の中で入っちゃってましたけど、はい、原発の燃料を作っている、今日鹿原発でトラック17台で出発、原発の燃料を送らないで、いやーちょっとぐらい入っちゃったのに、はい、熱い。今 何回に分けてるんでしたっけ？4回で次が4回ですか？いやいや、いいです、いいです。私ももうちょっと早く行こうかなと思ったんですけど、すいません。今日人多いですね。うん、もう今日確定だと思ってたからみんな来てたんですね。どうかな、知らない。それも分かんないんですよ、ね、どういうルートなのかな。いや、でもかなりみんな来てるじゃないですか。あ、滝川さんもいるじゃん。あら、あ、すいません、見えなかった。お疲れ様です。ああ、水沢さんも。あ、どうもすいません、遅れまして。お疲れ様です。もう最後ですよ。そうですね。今度お願いします。守る会。フェイスブック出してた。フェイスブック。みんなフェイスブックやってますか？そんなことない。みんなやってます。すごい、すごい強力なネットの。あとでツイキャスやってる人もいます。私です。磯谷さん。はい、すごいですね、もうどんどん情報発信をする横須賀市民がいますすごい、見せてください。 今3体列目まで当てていて、4体列目予想にまで入れました。三沢さん、今日は、はい、遠くからありがとうございます私近いです。あ、そうなんですね、お疲れ様です。先の外れから滝川さん、今日午前中お疲れ様でした。いえいえ、今中継してますもう2回ね、放射能のそばにいたから具合悪くなって、3回目は離れて本当ですか？そうです。でも本当にあそこすごい高いはずです。センサーだから。本当に高いでしょ、うん、いや本当おかしくなっちゃって。本当ですか？うん、3回目ここにいたらそれで通っただけで、さっき私ので 0.4548 とか。本当ですか？楽勝でしょ。柳北さんのなんか 0.8 が最高だよ。8とかいくつ、ね、体に悪いですよね。すぐそう。私もこの間ね、ジャーナリストの方と会ったら、ゴーグルしないとダメだよって言われて、これ浴びてるゴーグルして全身のビニールかぶって、いや私さっき目の前にいたから、じゃあ私たちさっき目の前にいたから。あそこのところ見えますか皆さん？ここのポールのところで、まあ、よく監視してるんですけど、ここがすごく高いということなんですね。今日すごい人がいっぱい集まってます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 私入れて16ですかね。こんなに多いなんて。
すごいですよ、確かに。ちょっとこんな感じですごい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10万人ぐらいかな。18人かな。18人です。18人もいる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,18人もいる。こんなに多いなんて。バス通りに行ってる人もいるんだ。え、向こう側から見てる。本当ですか。うん、すごい。この仲間が。本当ですか。本当です。やった。私嘘つかない。向こうからは出ないでしょ。違う違う、向こうから見張ってる人がいる。あ、向こうから見張ってる。浅尾さんが。あ、え、あ、そうか。そうそうか。うん、一番最後に出てくから、いつもそれ見てるから。そうですか。へ、じゃあ19人だ。20人ぐらいいると思うよ。あ、え、ほんと、うん、あっち一人じゃないですか。一人とか二人とかしてるか。こんなに多いなんて。はい、今日。あの人は違うけどね。あの人も仲間に出てもいい。そうですね。いつもあんなとこ立ってないからね。もうすぐ出るね。はい。まだだよ。まだかな。まだ35分だから。磯谷さんすごい三脚。今日お疲れ様、午前中。あ、そう。あと5、6分あるね。はい。あ、でも警備の車が帰ってきたから。そろそろ高速の入り口から帰ってきた。使ったんですかこれ。高速の入り口まであの人がお見送りに行ってきた。なんか使ったのか、使わなかったの。ストッププールか、この門が開いたのか。本当ですか。じゃ違う。横浜インターで待機してくれる人がいるそうです。はい。その人に車なの。車ですか、キャンさん。エビなんだっけ、エビナで、はい、なんだっけ、なんとか関越じゃなく中央高速じゃなくあっち曲がってく、東名高速から曲がってくのがいるじゃない。新しい動画誰か教えてください。見てる人どうする人って監視してくれてる人なんですけど、あの高岡さんでいう高岡さん、はい、知ってる。知ってますよね。発見報道、はい、か透明を下っていくかを調べてほしい。ああ、もう一回言ってください。すみません、あ、すみません、あのキャンさんいいですか。はい、隊列が圏央道に曲がっていくか東名高速を下っていくかをもし見れたら見てください。なんだっけ、どういう字なんでしたっけ。東の名前。あ、そうか。これですか。そう。奥に向かうか。なんだっけ。圏央道。普通にこれですか。圏央道ってこういう字だよ。これですね。横の道。あ、そうだ。このこっちか。中央の方ね、うん、全然道わかんないからな。
海老名から圏央道に入るか。え、そこまで圏央道に入るかでいいの？海老名から、うん、海老名から圏央道に入るか、うん、とかそのまま下るか。あ、まだまだあるんですか？3つあるんですか？その2つよ。え、配列が東名高速に向かうか、そのまま名古屋に向かっていくのか、はい、名古屋圏央道に入っ、海老名で圏央道に入っていくのか、はあ、はい、どっちみち東名を走っていくのね、はい、それと、あ、それだけですか？あ、見てください、知りたいそうです。教えてください、教えてくださいでいいですね。じゃあ、はい、行きました。ありがとう、到着だよ。よかった、そのあ、書いてる間にそのつもりって書いてあった。あ、そう、よかったよかった。声で分かったんじゃないですか？それが知りたかったんだ。それで車をね、誰かって探したんだけど、いなかった。そうだったんですね、うん、なんだ、そうか、あ、なるほど。そういう機会知らないからさ、そうなってるから、うん、そっか、じゃあちょっと後で連絡先教えてもらって、あの、やり取りした方が早いかもしれない、今度から。誰に？高岡さんに。あ、いやいや、ここで、まだ出てないです。これからです。40分に出る。あ、もうすぐですね、じゃあ。なんか画面が暗い。ちょっと前もありました。この間、いつ？この前ここに来た時、ちょっと前です。こんな、なんかすごくない？そうそうそう、これ。手書き？こんな一流会社が。あ、違う、これ。書いてないじゃん。書いただけじゃないの？書いただけじゃない。へこんでる。どうなってんだ、これ。一流さん。ほら。あ、本当だね。なんだ、これ。そういう乗り方の、そうですね、こういうなんでしょ、高圧ガス製の国燃料法製造所じゃん。動いてますね。
今日が始まってますね。4時40分上組のトラックです。次第燃料を滋賀原発に送らない、送るなお疲れ様でしたって職員さんが言ってますね。終わった？4台行った？今4台行きました。今行きました、はい、ということはじゃあ予定通り17台のトラックが今すべて手払ったということになります。 どこで5台になったんですか？先頭グループ、先頭一番、そう第一グループが5台出てて、あとはもうずっと4台4台、うんうんうん、それで17台、ただいま16時43分少し回ったところで、そうですね、16時43分です。燃料輸送終わりました。搬出が終了しました。電車来ましたよ。そして、先導車両、あと関係車両が、全て出ていきまして、正門前の鉄製の扉が閉じられたところです。ぜひですねこの機会に、横須賀の外れの栗浜っていうところにこういう核燃料を作っている、あのしかもその作った核燃料を全国の、点在している原発の、関連施設ですとかその原発の施設に運ばれてってるんだよっていうことをですね、一人でも多くの方に知ってもらいたい。高岡山区のバス停が待ちました。はい、ありがとう。で、分かったら教えて、はい、連絡先して渡します。メールでもいいけど、メール知らないから。はい、お願いします。メールと電話番号で教えてもらってもいいですか？はい。お疲れ様です。これどうしましょうか？
お疲れ様でした。避難訓練。あ、何時何分とか教えてもらってもいいですか？あ、今何時何分でした？あ、今じゃなく、あ、今、あ、今？今最後は分かるんだけど、お疲れ様です。あの1、お疲れ様です。30分ごとだったよね。だったね。3時10分。4時10分。え、3時から？3時ですよね。3時から。で最終的には4時40分ですね。だから30分ごと。3時10分から30分ごと。3時10分、3時40分、4時10分、4時40分。3時10分、3時40分、4時10分、4時40分。で、5台、最初。日立が5台。それで、はい、日立が4台。で、日立が、じゃなくて、神組4台。はい、神組4台。あ、そっか。5444。日立、神組だったんですね。そうです。ありがとうございます。すごい人がいて、よかった。そうだよね。昨日の、あれでさ、パレードで配ってたの。あ、そうなんですよね。お疲れ様でした。今日昼間だったから、警備、なんかいつもと違いますか、夜と全然。うん、すごい。多かったね。多かった。警察車両が多かったね。あー、やっぱり、警察車両。あ、ねえらさん。4列ですね。はい。また。はい、では中継終わりにします。今日は4回の輸送に分けて、最後の輸送しかちょっと取れなかったんですけれども、今まで何回か、この志賀原発だと思われる17台なんでそうだと思うんですけれども、この輸送について何回か聞いたんですけど、まあ、やっとというか、嬉しくはないですけど終わりました。でキャンさんが待機してくださってるそうなんで、また監視してくださるそうです。ぜひ中継するんじゃないかなと思うんですが、ちょっと分かんないですけど注目したいと思います。はい、では中継終わりにします。今日は何だっけ、今まで私が原発事故後にこの輸送に関わってから一番多い19人、核燃料輸送で19人も監視したり声を上げる人がいたってことで、よかったなと思ってます。はい、では中継ありがとうございました。加藤さん、歩いて帰るの？